はい、どうもです。今回はですね、こちらルソンヒトデっていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。というわけで、今日は珍しく浅瀬の海にやってきました。というのも、沖永良部島の海は岸から100メートルぐらいは浅いサンゴ礁なんですね。で、サンゴ礁の切れ目からいきなり水深10メーターとか20メーターになってて、実はその深くなった場所でいつもはね、魚突きしてるんですよ。で、今日はですね、サンゴ礁の中で獲物を探していきます。浅瀬にはですね、こんな感じで小さい魚がたくさんいます。まあ、実はね、こんぐらいの浅瀬でも大きい魚はね、結構いるんですけど、面白いことに同じ魚でも浅いところに来るとめちゃくちゃ警戒心が高いんですよ。そうなんでね、いるんですけどなかなか近寄れないんですね。目の前にいる横島玉頭とかも実は美味しいんですけど、まあさすがに水中銃で狙うほどの大きさの魚ではないですよね。というわけで、ここで何やらマサルが発見したようです。皆さん、ナマコ以外で何がいるか分かりますでしょうか？さて、それでは取っていきましょう。ゲット。こちらはアンボンクロザメ、イモガイの一種で、毒針で小魚を刺して食べる肉食の貝と言われています。ちなみにこいつはうまいです。ただ皆さんは触らないようにしてくださいね。で、意外とね、でかいんですよ。それではまた面白い魚を見つけました。多分これは口長石幼児だと思うんですけども、分類的には幼児岡の魚、皆さんご存知のタツノオトシゴにね、近い魚です。というわけで、今日のメイン食材を発見しました。ルソンヒトデです。今まで動画に出してきてなかったんですけども、めちゃくちゃいます。小1時間あったら30匹ぐらい取れるぐらい、もう本当にね、たくさんいるんですよ。捕獲もかなり簡単ですね。もうこれは捕獲レベルゼロでしょう。そして実はこのヒトデ、帽子にもなります。はい、こんな感じでね、ホイホイいます。本当はね、この日タコが取りたかったんですけども、残念なことにね、タコはね、全くいなかったですね。それでは陸に帰って調理していきましょう。はい、ということで戻ってきたんですけども、初めに言っときます。こちらの人で食べれるか分かりません。なぜなら食べた人がいないから。はい、ということで、今回僕ね、これ、どんな味なんか気になるんでね、食べるんですけども、皆さんはね、決して真似しないようにといったところで、今日はね、こちらの人でね、食べていこうと思います。ということで、早速観察していきましょう。はい、こちらがルソン人でですね。で、今回こんだけね、たくさん用意して、マサル食べきれるのかと皆さん思ってると思うんですけども、基本的に可食部位が卵だけなんですね。で、卵が入ってるやつはあんまりいない。こんだけいても取り出せれる可食部位ってほとんどいない可能性が高いんですよ。で、ヒトデって結構5本足のイメージがあると思うんですけども、実はね、こんな感じで、こいつはね、6本足、こいつ5本足、7本足のもいたりとか、実はね、種類によって5本足じゃない人でもね、結構いるんですよ。鬼ヒトデとか普通に足の数10本超えたりしますからね。で、このヒトデ見て何か皆さん違和感ないですか？そう。なんか足の形がいびつですよね、これ。5本足なのにちょん切れてるやつがいたりとか、基本的に足の長さが不揃いのやつが多いですよね。で、これなんでかっていうと、面白いのが足を自節するんですよ。で、その自節した足がどうなるかって言いますと、こういうことですよ。こんな感じ。これ自節した足からまた新しい人手ができるんですよ。そんな感じで足をちぎって、で、本体はそのまま生きて、で、ちぎれた足からもう一個別の生命体が生まれるんですよ。で、そうやってどん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 増えていく。なかなかね、やばい生態をしてます。で、人手の裏側はですね、無数の管足って呼ばれる足があるんですね。で、これを使って岩に張り付いたり歩いたりしてます。はい、それではですね、料理に移っていくんですけども、基本的に人手はですね、タポニンっていうね、毒を持ってます。サポニンっていうね、洗剤の成分に近いような海面活性剤の働きをする毒を持ってます。サポニン何に効くんやっていう話なんですけども、魚ってエラに海水吸い込んで呼吸してるじゃないですか。サポニンがこのエラに当たると赤血球に作用するらしくて、呼吸ができなくなるんですよ。魚に襲われたらそれ出して魚をね、殺すような成分になっております。そのサポニンっていう毒が水に溶けやすいんで、茹でてからね、調理していくんですけども、体の構造を見たいということでですね、1匹目は普通にさばいてみて、それから全部茹でて、で、料理していきましょう。じゃあ1匹以外は全部どかしていきましょう。ちなみにヒトデはですね、天草でキヒトデっていうヒトデがね、普通にね、食べられてるらしい。で、それはね、美味しいらしいんですよ。いつか食べてみたいですよね。はい、それではですね、切っていきましょう。半分に切りますか。
ああ、なるほどね。中身はなんか何もなさそうですね、この個体は。ただ卵はこういう足の中に入ってることが多いんで、足の中を見ていきましょう。足の中どうだ。ああ、これは何も入ってなさそうですね。ダメか、これハズレだ。ちなみになんですけど、ヒトデってこっち側が口なんですよ。この真ん中のところにね、口があるんですけども、ケツどこにあるか分かりますか皆さん。表面のここら辺にあるんですよ。水族館でね、ヒトデ見かけたら彼女にケツの話皆さんしてあげてください。はい、それではですね、茹でていきましょう。ちなみに今まで美味しかったヒトデランキング、なんだかな鬼ヒトデが一番うまかったかも。 OK セット、よっしゃ、入れていきましょう。うわ、ぶねえ。めっちゃいい色になってるやん。あ、しかもサポニンの色は立たない。これサポニン濃度低いんじゃないか。そう、さっき言ってたサポニンって洗剤みたいな成分なんで泡立つはずなんですよ。こんだけ入れてるのに泡立たない。なんでだ。これ刺身でいけたかもな。失敗したな。いや、全然泡立ち始めてるわ。うわ、なんか硫黄みたいな匂いするわ。なんだこれ。意外とサポニン立たないな。これ普通に卵さえあれば絶対うまいはず。いきましょう。すごい色。うわ、これヒトデの身がいっぱい出てきたらヒトデでウニ軍艦みたいなの作りたいな。どんぐらい取れるんやろ卵。よっしゃ、じゃあ皆さんお楽しみの身を取り出していきましょう。よっしゃ、じゃあ剥いていこう。卵入ってろ、お願いします。入ってない。時期じゃないのかな。これも入ってない。うわ、これあのパターンじゃないか。卵入ってないっていうことは外側を食べなきゃいけないパターンなんじゃないか。3個目、これは入ってろ、マジで。これ思ったんだけど、この人でって無性生殖するじゃないですか。卵あんまり持ってないんじゃない、もしかしたら。え、俺これ炎上する、こんだけ人で殺して。やばいな。これも入ってない、やばいやばい。一個も入ってない説ある。卵入ってないんだったら中身の内臓を食えばいいっていう考えもやっぱあるんですよ。ヒトデとかだと食べてる人もいるんでね。ヒトデって卵入ってるとこうやって割った瞬間に卵モリモリって出てくるんですよ。なんですけども、なんやねん。気づいてしまいました。これオレンジ色のところ、爪でこすったら剥げます。この剥げたところがすごく卵っぽく見える。これはラスト。まあさすがに入ってないよな、このできたばっかりのやつは。はい、ということで全て見終わったんですけども、卵1匹も入ってませんでした。仕方ないです。ここまで来たら中身の内臓を食べましょう。じゃあね、頑張って内臓取り出していきましょう。食中毒になるときは3人一緒って決めてますもんね。いえ、え、いえ、ほら出てくる、こんな感じで。え、これ卵っすか。これにもありますよ。え、これもしかして卵、卵っぽいの出てきた。食べてみようかな。卵や。うわ、これ普通に悪くないぞ。はい、それではルソンヒトデ20匹ぐらいからですね、これだけの身が取れました。本当に少ない、これだけですよ。スプーン1杯分もない。はい、じゃあここに盛り付けまして完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。いや、これはどうでしょうね。ちょこちょここのカニ味噌みたいなところに入ってるオレンジのつぶつぶが卵です。はい、それではね、これどんな味がするんやろうな。いただきます。なるほど、なるほどね。そんなにまずくない。なんだろうな、これこの味むずいな。悪くないね。もう誰にもわからん例えしてもいいかな。島にいる磯輪餅っていうね、ナメクジみたいな貝がいるんですけども、それの風味がするサザエの肝のペーストを食べてるような感じ。すっごい大人の味。悪くはない。ちょっと高木さん、あんまり大量に食べたら当たる可能性もあるんで、ちょっと無理にしときましょう。貝の肝、あ、何ですか。ちょっとえぐみはあるけどまずくはない。まずくはないですよね。まずくはない。なんか居酒屋とかで出てきたらまあちょっとつまんでもいいかなぐらいの、うん、これ酒とか塩とか味噌とかちゃんと
入れて匂い抜きさえすれば、いや食えますね。全然食える味です。食えますね。まずい界の中で普通ぐらいの味っすね。いやでもまずい界の中でうまいに属すかもな、このぐらいの味だったら。まあ、食えはするぐらいの味。すごいな、まんじゅう人手より全然うまいわ。はい、それではごちそうさまでした。いやー今回ですね、ルソン人手、まあ、内臓が何の部位なのかすらわかんないんですけども、食べてみたんですけども、うん、悪くないね。サバイバル中だったらもしかしたらうまいかもしれん。まあ、ただね、あの限界な環境下って何食べてもうまいでしょって思われがちなんですけども、意外とね、匂いがあるものはね、逆に感覚が研ぎ澄まされてまずく感じたりするんで、もしかしたらサバイバル下ではねうってなるかもしれないですけども、まあそれは置いといてですね、はい、意外とね面白い食材でした。ということでね、当たらないことを祈っておきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは